水族のブレスレット水族は中華人民共和国、貴州省、厚生地湾族自治区からベトナムにかけて住む少数、民族。自称は、愛水。大華大語族の中でも大祖語の形を最も保存していると言われる、水語を話す。漢字を逆転したような表意文字の水書という、固有文字を持つが語彙は少なく、日常的には使われず、水書先生と呼ばれる。 知識人が使うなど限定的使用にとまる。水書を発明したとされる伝説的な神がいて、水書先生の年中行事では主審として祀られる。百越に落子氏が根血した集団であると考えられ、漢族から水や、水やな内と呼ばれる。平地の少ない奇襲の川沿いで水筒工作を主とする。現在の居住地域に定着したのは壮大に、 入ってからであり、今日は、紀州省県南区遺族王族自治州三都、水族自治県を中心として、約40万人が居住する。他民族との交流が古くから盛んで、特に漢族との接触により、中国語を使う若者が増え、水語を話さなくなった地域もある。女性は、鮮やかな青い民族衣装を着る。数多くの道庫を保有して、先祖祭祀に使われる。 10月から11月にかけて、水族の暦に従って、各地で先祖祭祀の橋節が行われる。真夜中に道庫に供物を捧げて、家の祖先棚の前に置いて女性が叩いて、祖先の霊を慰める。最近亡くなった死者に対しては、正面の祭壇に家を掲げ、長文を漢字で書いて捧げ、たくさんの供物や亡くなった人のゆかりの品が飾られて、供養をする。 昼間には若者が裁判を行い若い男女は疑きをする。民族の人口はさほど多くないが比率で換算すると保有する道庫の数は少数民族の中で最も多い。大きな石や変わった形の巨石を崇拝し小さけの祈りをする。聖は、遣呉などが多く猛と名乗る貴族に統治されていた。鈴木正隆、中国奇襲省。 水族の民族文化に関する一考察短説、同行、水晶を中心に、詩学第84巻第1から4号、2015年、211から249ページ、三田詩学会。ありがとうございます。